演舞開演。どうも、本日はこちらシャトレーゼの栗とつぶあんのシュークリームを食べたいと思います。あシャトレーゼ和のシュークリームですね。ではご対面。うわ、小分だけど結構重量感あるな。ではその中身は、おいますね、粒あん。栗はどこに、この中に隠れちゃってるのかな。テレアさん、ではいただきます。クリームたっぷりで美味しいですね。まず粒あんの食感がしっかりしていて、粒を一粒一粒感じることができました。これはなかなかすごいですね。そして栗もクリームの中に混ざってしまってはいますが、しっかりとその存在感を出していて美味しかったです。ただモンブランペーストの方がちょっと好みだったかな、もうちょっとよくあったかなとも思ってしまった部分もあるのですが、まあこの中にペーストを入れるのは難しいかもしれませんね。なのでこちらの点数とさせていただきます。で雷にロックンロールやりにけ、まさに落とすか落とされるか。ではご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。